リバ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘイティンくんでーす。本日は埼玉県所沢市にあります、ニューグランド新所沢店に来てます。ということでね、今回初来店、一回ね、ニューグランドのホキマ店さんではね、初めの頃に、5年前ぐらいかな、一回来たことあるんですけどね、その系列店ということでね、今日、呼んでいただきました。では早速ね、行ってみたいと思います。入店。入店、やってきました。ニューグランド新所沢店、そうじゃね、早速店内のデータ見ていきたいと思います。あ、すごいね。あ、そばんじょうつ入ってる。あ、すごい、いっぱい出てる。お、すげえ、7000枚だって。うわ、すげえ、7000枚だよ、すごいね。あ、こっち天下風も出てるね、いいデータです。あ、ビワノも出てるよ。あ、ジャグラーもあるね。まあ、ジャグラーはとりあえず、とりあえずって言ったけど、あれすごいね。38の39。すごいデータですね。それではね、こっち側も行ってみましょう。あ、すいませんね。失礼します。ジャグラーもすごいね。28の。あ、なんかいいよね。いい台だ。おー、すごい台いっぱいあるよ。あと、エヴァもある、エヴァ。32の14、すごいね。35の13。35の13。出玉もすごいよ。すごいね。あー、すいません、どうもです。あ、結構いいデータですね。あ、頑張ってくださいよ。ミリオンごと。あ、987。間に合わねえな。間に合わねえな。あー、どうも。あ、頑張って。はい。あー、よかったですね。頑張ってください。わー、すごい。あー、すごい。いいなー、俺も出してーなー。やっぱ、ジャグラーだな。ね。もう、ジャグラーばっか打って、とかね。よく文句言うけど。しょうがないじゃん。ジャグラーなんだもん。28。あー、これどうなんだろうな。データ。まあいいよね、悪くはない。はい、いいの見つけました。本当ですか。どうですか。あ、すごい、間違いないですか。本当。あ、57。あ、すごいですね。あ、これすごいね。あ、1日版抜けだね、これね。ジャグレン抜けだね。ちょっとね、台選んでたらお客さんがこの台いいよって選んでくれたんで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、北電子さんのアイムジャグラー SP 行ってみたいと思います。まあ、SP は打ったことあるけどね、この白パネルはね初めてだね。あー、なんかいいことが起きりそうな気がする。頼むぞ、お前光ってくれ。それでは行ってみたいと思います。お座り一発。どっちだ、右左。左な。チャンス。あー、どっちから押そうかな、右から押そうかな。まあいいや、最初は。あー、ダメだね。一回ぐらいあってもいいじゃねえかよ。あー、べぶどう。あー、最初の1000円だけ逆押しさせてくれ。ぶどう、頼む。追加投資。どっちだ。あ、これか。でもなぁ、ビッグがいっぱい出てるからなぁ、光っても化けのような気がするぞ。ブラウン、なんだ今のこれは。追加投資。マジか。あれ、あ、出てきた。眩しい。イエーイ、会いたかったよお前。よし、これで
いよ、目に焼き付けてな。また会うぞ。まだあと5分あるからな。頼む。あ、化け飲んだね。化け飲んだね。なんで化けなんだよ。あーもう。あと4分あるからな。一ゲーム連チャン、チャンス。あーもう。あ、すごいな。これ見て、ずっとビッグだったの。なんか俺だけバケ。ブラウン。あー、クレジットない連チャンが。あはは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 はちょっと見えない。あ、スルリンコ、胸、胸。いやー、負けた。これしかない。胸、胸。44枚。はい、今回の月間44枚、胸、胸。実戦終了、実戦終了。はい、今回の閉店くん、アイムジャグラー打ってですね、投資枚数が150枚の獲得枚数、残ったコイン44枚ということで、マイナス、106枚106枚胸胸久しぶりにバケなんだねが出ましたね。もうね、最近調子良かったのに、もう残念でございます。でもね、やっぱね、いいね、あのゴーゴーランプは。まあね、すごかったもんね、店内見たら。もういろんなところで、もう、いっぱい出てたんでね。この、こちら、いいお店、間違いないでございます。ということでね、こちら、撮影に協力していただいた、ニューグランド、新所沢店さんの宣伝をちょっとだけ。11月の19日土曜日ですね。なんか、バケ引いたんですけど、呼んでもらえるということで、閉店くん、だいたい、お昼過ぎぐらいに来てね、夜7時ぐらいまでいいのかな、わかんないですけど、まあ、こちらにお邪魔するんでね、ぜひね、来ていただいて、お声などかけていただければ、何でも言います。えいえいでも何でも言いますんでね、ぜひ話しかけていただきたいと思います。そして、こちらも見ていただけるとわかるんですけどね、ライターさん、ね、こちら、必勝本の、ライターさんだったりとか、ね、いろんなライターさんを、まあ、僕はライターじゃないんですけど、ライターさんを呼んでるお店なんでね、その日はなんかもう、すごく楽しく、打てるように、店内がなってるらしいんでね、ぜひぜひね、まあ、大体15、16あたり、らしいですよ。まあ、その辺はメール会員、あと PR とね、チェックしていただければわかると思います。なんか聞いた話によると、来月はララさんと銀田舞さんが来る、あ、行っちゃった。ね。来るらしいんでね。ぜひね、ララさんとかギナマイさんに会いたい方はね、こちらにね、来ていただければもう会えるんでね。ぜひぜひ来ちゃってください。ということで、今回は負けてましたけど、いいお店なんで、こちら、ニューグランド新所沢店に来ちゃってください。だけど僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は、勝つよ。えいえい。